ち上げこと、大変嬉しく思っております。さあ宝くじですけれども、ご承知のように子育て支援やまた防災活動の支援など皆様方の生活にとても身近なところで、生かされています。どうぞこれからも宝くじへのご理解ご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。さあそれでは令和4年、こんにちは、ありがとうございます。今日皆さんの夢がドーンと当たりますように、年末ジャンボ宝くじの今日の抽選会でございます。あ、こんにちは、さん、いつもありがとうございます。どうぞ、じゃ年末ジャンボ今日のこの都知事がどうぞよろしくお願いいたします。まだ明けおめじゃないですね、まだですね。こんにちは皆さん、こんにちは。ちょっとバタバタしてましてですね、申し訳ないです。ちょっと車での配信ですけど、抽選会でお手伝いをいただきたいと思います。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。ちょっとあのもうちょっと抽選ですよ。抽選もう始まるっす。もうめちゃくちゃバタバタしましたけど、15枚ですね、15枚。はい、こんにちは。続きまして、宝くじ事業を所管しております総務省から松本武明。すごい、こんな31日に結構見てくれてますね。ありがとうございます。お越しください。紅白まだっすわ、つまみさん、まだっす。紅白夜っす。車ですね。ちょっと今日いろいろあって、はい、ちょっとバタバタ年末してるんですけど今。あ、サーフィーさん、こんにちは。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました地方自治を担当しております総務大臣の松本武明でございます。本年も松本さん当ててくれ、宝くじを総務大臣心からお願いします。感謝を申し上げます。7億とは言わないです。年末年も宝くじをはじめ、はい、宝くじの収益金は今小池知事からもお話がありましたように、地域の医療や福祉、防災対策など身近な分野で、はい、夜ですね、ております。これから大きな夢に当たる方が年越しの時にライブできたらいいなとは思っております。お買い上げいただいた全ての皆様、どなたもが各地域に多大な貢献をされておられます。あのちなみになんですけど、皆さん宝くじ年末ジャンボ購入された方、お祈りして抽選に臨みたいと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、服部君さん、せめて前後賞だけでも上がってほしいですね。ご挨拶いただきました、はい、ありがとうございました。松本総務大臣にも引き続き抽選会のお手伝いをいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではよいよ、皆さん買ってないですか。1等7億円の抽選を行います。抽選アシスタントの皆さん、準備をお願いいたします。なお年末ジャンボ宝くじ1等の抽選は7台すべての抽選機で23日までやったっすもんね。1回抽選いたします。皆さん買ってないですね。じゃあもう皆さん買ってないから、あの僕にパワーをください。パワーをね、はい、でも買ってたらね、やっぱり皆さん自分のことが最優先になると思うんで、はい、ちょっとここで当てて、こんにちは、三浦さん、よろしくお願いします。お願いします。これも小池都知事が話しても早速始まるかと思ったら、もう全然始まらないですね。まあ、僕言うて15万4500円分しか買ってないんで、はい、もう何百枚とか買ってる人いるじゃないですか、絶対お金持ちのおじさんとか、はい、よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。それでは年末ジャンボ宝くじ1等7億円の抽選を進めてまいります。松本総務大臣三浦さんには抽選ボタンを、小池都知事には抽選の合図をお願いしたいと思います。こんにちは。どうぞ準備の方をお願いいたします。はい、お願いしますね。いやー、300円は硬いですか。近づいてきております。準備が整ったようです。それでは準備が整ったようですね。さあそれでは年末ジャンボ宝くじ僕は松阪にはスタート、
こんな見たことない、こんな音楽になるんですね。もう矢が刺さったんですか。80、81組の12万。8000。ギリギリっすね。私も3と見ましたが、立ち上げの方3でよろしいでしょうか。3でした。はい、全員の手が上がりました。300。80。7番です。年末ジャンボ宝くじ1等7億円の当選番号は81組の12万8387番に決まりました。はい、皆様どうでしたか。お願いいたします。はい、小池都知事もちょっとコメントください。ちょっとね、ちょっと謝らないといけないことがあるんですよ。皆さん申し訳ないですけど、はい、さっきのですね、最後の最後に、ちょっと本当に年末いろいろ家のこととかでこうバタバタしてて、まさかの今日買った購入した紙を忘れてきてしまいました。はい、なんで自分の番号が何か分かりません。はい、7億円は、はい、申し訳ないです。81組の12万やらかしました。さっき気づきました。はい、1等7億円はなんで81組の12万8300。いや、買ってないのは絶対買ってるんですよ。決まりました。だから、前後賞は1億5000万円。今ね、名古屋じゃないんですよ。ちょっと本当に家庭の事情でいろいろあって、本当におとついぐらいからバタバタしてて、自宅、名古屋に、はい、忘れてきてしまいました。はい、なんで、今日、一回、夕方か夜に、まあ、帰るんで、鳥に。その時に、15枚ね、買った分を、まあ、SNS で当たったかどうかっていうのを、まあ、公開するか、それか、まあ、YouTube ライブ、夜、やるんで、年越しの時、その時に、もう一回、公表の方させてもらいます。はい、せっかくね、ちょっと見てもらったのに、申し訳ないですけど、一回このね、あとこうバーってこう決まるところはね、見たかったんです。ドライブしましたけど、いつ言おうかなと思ったんですけど、ちょっともう初めに謝ろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、小池さんの話も始まってたんで、ちょっとまだね、ドキドキを、ここで終わらすことなく、最後にね、今年最後に、また皆さんにね、お伝え、はい、していきます。はい、買ってないことは絶対やりませんので、はい、絶対買いました。はい、酒屋の宝くじセンターで、はい、15枚、買いましたんで、皆さんちょっと SNS で夕方か夜公開するか、12万6430番、それか、まあそのね、さっき言いましたけど、夜年越しの時に発表するかっていう風な流れで、ちょっと今日は、はい、過ごさせてもらってると思うんで、ちょっとね、今からまた、バタバタするんで、はい、皆さん、10分ぐらいしかライブできなかったですけど、はい、ちょっとまた、とりあえず、プロ野球、今年、桜井さん、買ってない顔してる、絶対買ってますから、もう後で見せますよ。はい、下1桁、6番です。
ね、ドラゴンズ年末ジャンボミニの終わったと、クビになって YouTube やり始めましたけど、今年12月31日、今ね、12月31日しましょう、今年最後の日ですけど、皆さん1等7億円こうやってね、最後の最後までライブ見ていただいて本当にありがとうございます。はい、皆さんの温かい応援がですね、僕も励みになっておりますので、はい、来年もまだ、いろいろ精進して頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。また、夜中か SNS かどっちかで、はい、年末ジャンボ、連絡じゃない報告の方させてもらいますんで、また皆さんお時間ございましたら、はい、年の瀬最後に支払いはぜひ滝の一目見ていただけますと嬉しいと思います。お引き換え忘れがないようにお気をつけください。またちょっと後ほど年末ジャンボの抽選会場からお伝えしました。告知ツイッターとかで上げさせてもらいますんで、はい、よろしくお願いします。まだまだ皆さんますよ、僕は当たることを信じて夜まで運転しますからね、運転とかいろいろ、はい、皆さんも願ってください。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。